ご質問およびその他の報告があればお願いいたします。はい、警察本部。警察本部でございます。警察本部におきましても情報収集と所要の経過を待っているところでございますが、現在までのところミサイルに関連して不当な空港や被害等は確認されていないという状況でございます。引き続き関係機関と連携いたしまして、今後も被害に見るの確認等を情報収集に進めてまいりたいと考えております。はい、ありがとうございます。他に農林水産部長どうぞ。Jアラート警報後に沖縄県漁業無線協会を通してフィリピンの東海域の操業中の漁船に連絡を取ったところ、事故や落下物等はないと確認しております。また現時点で危険海域を操業している漁船はありません。以上でございます。はい、ありがとうございます。他にご報告ありますでしょうか。はい、木戸口どうぞ。はい、J アラート等の県民への周知についてですね、ぜひちょっとこの後確認していただきたいと思います。課題がなかったかと合わせてお願いします。事故処置よろしいでしょうか。はい、確認いたしました。ありがとうございます。はい、他に確認ご意見ありますか。はい、それでは他にご意見ないようですので、これで会議を締めたいと思います。最後に私から県民の皆様や本人に対してお伝えをしておきたいと思います。国からの報告によりますと、本日5月31日午前6時28分ごろ、北朝鮮が人工衛星と称するミサイルを発射いたしました。7時4分に我が国には飛来しないものとみられ、避難の呼びかけの解除の連絡がございました。現時点で被害等の報告はありません。引き続き被害状況の確認を行ってまいりたいと思います。国連決議に違反し、また台風第2号が本県に接近している状況でのミサイル発射は大変遺憾としか言いようがありません。今後も引き続き国、市町村と緊密に連携し、住民の安全安心の確保に全力で進めたいと思います。以上、本日の会議は終了いたします。2例データありがとうございました。続いて、